そうね、はい、坂本さんと、まあ、福井さん、メタルネットとウルトラマンを知らない方いないと思うんですけど、うん、坂本さんから見る、うん、メタルネットの印象と、福井さんから見るウルトラネットの印象とのチェックしたい。ああ、難しいよな、難しいけど。今突然途中で福井君があのお店に遊び来たんで、ちょっとあのすいません。すいません。座談会でちょっと福井君も混じった形でやりたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。まあ、付き合い古いんで。俺一番最初にインドネシア連れてってくれたのが坂本さんだ。それもトリスのところ。はい、うん。トリスのところ行って。はい、で初めてインドネシア行って、てか初めての海外旅行がトリスさんとかだった。で、坂本さんと夜中ドリアン食って、で帰ってきて二人でもう具合悪くなっちゃって、俺は別に高熱とかなかったもん。ちょっと俺はもう高熱で下痢で、高熱が出て、あれ一週間ぐらいダメだったんだよね。ドリアン食って、ドリアンか水かわかんない。あれ絶対ドリアンだよ。2人でホテルで夜さ、ちょっとあの夜遊び行こうぜって2人で、1人じゃ怖いんだけど2人だからさって言ったら、ちょうど野生でドリアン売ってて食ってみようかって食ったんだよね。そしたら多分あれが原因だと思うけど、いや初めて食ったドリアンで、なんだこのクソまずい、あまずいって言ったいや本当うんこだよあれ、ね、確かにあれ当たり外れがあるんさ、ね、でまずっと思うね。でもいつもそれ付き合いあるからちゃんとあ美味しいですとか言いながら食って、でも帰ってきたらもうゲロ吐くわ、もう腹壊すわ、熱出るわで大変だった。僕も初めてベンタンカルバ行った時に帰ってきてから もちろん水とかそういうの気をつけてたんだけど、生もの食べないようにして、ジュースも必ずあの生ジュースじゃなくて瓶とかこういうのしか飲まなくて、かなり気をつけたんだけど、帰ってきて1ヶ月間ゲリ、1ヶ月続いた。だから大体くす、ね、あの氷でやられるんですよ。俺も気をつけてるけど、俺は俺氷も飲まなかった。氷自体は水蔵の氷使ってる可能性があるんでダメだって言われたんで、絶対それ飲まない。それでも1ヶ月は下痢、もうそれも水みたいなやつで、うん、例えばホテルで歯磨いたとか、あそれもダメです。そうダメだ、気をつけない。で2回目がね1週間くらいで、3回目になったらもう何ともなかった。あれバクテリア湧くんですよ、お腹の中に。なるほど、善玉菌が湧くから、それから何回言っても、もう、ね、あそうそうそう、平均だと思う、何十回言ってるけど。わあウルトラもうトップだっけ、マルホのマークができた時ですよ。ああそうそう、あだ最初の初期のウルトラレッドの頃だね。97年でしたっけ、ね、うん、アベンジャーズの時だからもう25年ぐらい前じゃん。いやもっとでしょ、もっと前か、うん、あの時もでもまあ僕はもうだから何回目かの時ですね、ウルトラ、あの時今だから言うけど、だから120匹だからウルトラ買って、あの4000万からさ払った金4000万で120匹で4000万です、4000万ですよ、すごいですね。でもまあそういう時代ですよね。質問、うん、いいです、はい、坂本さんと、まあ、福井さん、メタルネットとウルトラマン知らない方いないと思うんですけど、うんうんうん、坂本さんから、うん、見る、メタルネットの印象と、福井さんから見るウルトラネットの印象というのをお聞きしたい。ああ、難しいよな、難しいけど。はい。だから、食い込むところの魚は俺、そんなに俺、お店でね、そんな見てないから、なんとも言えないんだけど、レベル的には結構いいと思います。うん。結構、たまにホームページとかで見るんだけどね、結構。うん、お店だってお店閉めるの早いんだもん。いやいやいや。俺9時までやってんじゃん。福井君は7時間8時。7時。7時だもん。まあ、健康的だから、ね、朝早いから俺。でも、福井さんの、なんか、エッセル、たまに皆さんにご飯食べて、牛丼食べて。あ、それだけ俺は福井さんで一緒に行こうぜ。関鉄の社長大体3人が多いで、釣るんで。でも、あれじゃないですか、例えば、ウルトラとか、まあ、メタルとか、ちょっとタイプ違うじゃないですか。で、結局なんだろう。
あのそれが面白いと思うんですよね。例えばポンティアナウルトラの色があってラフレシアメタルの色があって、例えばやっぱ同じ魚だったらやっぱつまらないしあんま意味ないじゃないですか。でお客さんが例えばポンティアナ行ってラフレシア行って両方の魚見て自分の好みの魚見つけられてっていうのがやっぱ楽しいんじゃないですか。で昔だったらもうちょっと店があったから、じゃあこっちの店行ったらここの魚がいて、こっちの店行ったらここの魚がいてっていう、こうなんだろう、ツアーの方がこうぐるーっと回ってっていうのがなんだろう醍醐味だったというか、うん、まあ今でも俺たまに俺で地方から来る人いるけど、うん、ちょっとやっぱりね出てこの辺うちとケイ君のこと、あともう一軒あるよね、名前言わないけど、うん、で その辺でやっぱりね回って見学で。ただほら僕と福は同じファームじゃん、福はだからキーヤンでしょ、メタルレッドは、で僕はトレスじゃん。だけど簡単に言っちゃったらファームと付き合い続けるのはやっぱ簡単じゃないですよ、うん、直接そうね、こんだけ長く続いてるのは福井君と俺ぐらいじゃねえの、うん、ずっと続いてるのは、うん、あとは現地のファームが辞めちゃったりとか日本が辞めちゃったりとか、確かにね、シャンレンも前活気に、ね、入れてたけど、ハントもね、いなくなっちゃったし、うん、から向こうのファーム時代もね、そうやってなくなってるとこも多いし、あとはもうね、死んじゃって辞めちゃった、うん、例えばリンタンカルバなんかも、もう最初に言ってたけどね、ハリムももうまだ生きてるんだっけ、ハリム。ハリムさんはまだまだ生きてるんだっけ。俺より結構上だ。いや上ですね。ね、でヘンリーさん亡くなっちゃったでしょ。ファーム自体も向こうもね、まあ、なくなっちゃったりね、辞めちゃったり死んじゃったりいろいろあるからね。だから向こう自体もこうやって何十年も続いてるファーム自体も意外と少ないかも、うんうん、ああそういういろんなところ集めてね、で採掘持ってる子に頼んでね、送ってね、うん、確かにあるかもしれない、うん、でも一時その禁止に昔なったんだよね、本当にちゃんと自分のところで親をから子供を取ってやとこしか採掘出さないみたいな、何年か前そういう、まあ、今もレンタル採掘って基本的にアウトですよね。今本当は法律上ダメなんですよ、はい、まあ、我々としてはあの環境庁が許可を出してくれて、そうそうそう、それで、ね、ちゃんと登録書を出してくれればもう問題ないんで、うん、問題あればそれも出してくれないと思うんでね、それでちゃんと登録書も出してくれるってことはそれで分かっててもやってくれてるんだから問題ないと思います。それはもう現地の問題だ、ね、もう一つちょっと質問なんですけども、うん、坂本さんと秀さん、まあすごいもうアロワナ長いじゃないですか、うん、今後の展開みたいな、なんか結構視野とか今後の展開ですか、はい、俺はもう今もう70なんで、はい、そう長くはできないと思うんでやっぱりこの商売だとやっぱり頭も使うし、でボケたら絶対ダメじゃん、あとやっぱり重いものを上げたりするんで体力も使うんで、やっぱ五体満足でボケないのが条件なんで、そろそろどっちかが衰えてくるかもしれないんで、まあそれはもう自分でね、自分を見ながらやっていくしかない。まあ食うかまだ若いんで、まああと10年以上は続くと思うんで。いやー結構でも脚立乗るの辛いっすよ、もうもう、あ俺も時々脚立からねこけたりするもん。俺毎年ぎっくり腰やってますからねだから本当洗わなくてやっぱり体力とボケてもダメだしね、この2つがやっぱり基準なんで、もうあと10年やったらもう80だもんね。今70じゃん。だ10年は無理だと思うよ。どこまでできるか分かんないけど。ヒヤさん71ですね。僕とほぼ一緒ですね。トミスはもうちょっと。73。もう70になったかな。ヒヤさんが3つ上です。3つ上。でも70になったんだ。去年、栃木いたら73って言ったから。うん。プレスも結構おじいちゃん。だから、僕もトリスに関しては、トリスがいたからこんだけのねアロワナを作る、うん、できたと思うんだけど、だからトリスが死んじゃったらやめようかなと思ってる、もう俺もそれを一つのあれにしてます。そうですね、しかしファームがそもそもっていうところが、だからトリスがいたからここまでの魚を作れたと思うんで、うん、トリスが死んじゃったら、ただあいつ元気、トリス今でも元気、あの年でもうあっちのも大好きだし、もうすごいよ放送できないやつはあんまり言わないほうがいい。今は大丈夫です。何の話ですか、それ。何の話ですか。あ、
あ、でもうちもやっぱ同じですよ。あのディナミカがあってヒアンさんがいてジミーがいて、だからまあやってられるっていうか、だから坂本さんもそうだと思うんですけど、なんだろう、誰から買ってるかってすごいでかいと思うんですよね。やっぱトリスさんと長くずっとやられてて、俺もヒアンさんとずっとジミーとも長くやってて、それ以外とあんまり付き合おうっていう気がないというか、やっぱ大事ですよね。面白い。面白いんだから、あのヒアンとトリスも昔から友達なの。うん、あの人はすごい仲いいですよ。昔から友達なの。うん、だからなんだろう。まあどうなんだろうね。トリスとヒアンっていうのは向こうでは友達だったけど、多少ライバルみたいなのもあるのかな。まあまあライバルだし友達だし。うんうんうん、今でも喋ったりしてるんじゃないですか。だからピクンの正直言って友達でもあるしライバルでもあるよ。うんうん、そういうとこもあるよね。うん、でピクンに負けねえちょうとか、こんとこピクン頑張ってるんでちょっと俺負けてる。うん、だからあれですよね。あの野球で言ったら阪神巨人戦みたいな感じ。やっぱ。いいでしょ、お互いこう頑張って強くなって負けないぞっていう勝負をしていくのがやっぱ楽しい。うん、でそれだから野球って見てて楽しいわけで、うん、それは必要かもね。うん、だから盛り上がるんだと思うけど、だから巨人しかいなかったらつまらないよね野球は。うん、そうだね。うん、うちもこうやって周りにそれでいろんな道があるから、もうじゃあ頑張ろうって感じだ。少しでもいいものをね、少しでも作ってあげようって気持ちになるよね。これが俺日本で俺だけだったらもうなんかそのさま商売になっちゃってさ、なんかこうなるよね。うん、もう適当に選んで、うん、努力もしないしね。そうなっちゃうだろうね。うん、そういうのあると思います。うん、個人でアルバムを仕入れたりとかも、ネットワーク全般そうですけど、うん、まあそういうところと比べてやっぱ違いは、本当に付き合っている、うん、そのファームさんとは絆があるっていうところですね。うんうん、それは確かに。うんうん、SNS で、まあ、やっぱ個人で、輸入したり、まあ、アルバムだけじゃなくてネットエグ別版で、うん、まあ、個人で輸入したりとか、うん、で販売したり、うん、まあ、そういうのも、まあ、昔と比べてすごいしやすくなった、発信もしやすくなったって、うん、まあ、その中で、まあ、ラフレシアさんのコンテナが感じることとか、うん、まあ、お店の強みを出したりとか。うん、何かこう作戦じゃないですけどありますか。あの、なんだろう、確かに個人で輸入されて、アロワナ輸入されてこう売ってる方って昔に比べると全然増えたと思うんですよ。まあそれ時代だから、まあそれはそれでいいと思うんですよ。まあ現地もそうだし日本もそうだし、ネット使って販売するっていいと思うんですけど、あの僕続けてほしいです、それなら。例えば売れないからやめたとかじゃなくて、あの頑張って10年とか20年それでやってくれればいいんじゃないかなと思いますけど、まあただ僕も一番フリーでね、いろんなお店知ってるけど、まあ増えていくとやめた人も多いよね。うん、やめた人も結構中にはね、あの山本さんなんか、山本ボイって一番長老でね、僕も友達だったけど死んじゃったじゃんね。だからそういう人もやっぱりね、結構いるし、うん、辞めた人もいるし、ね、だから直営やってた人でもそういう人も結構増えてるけど、まあ辞めてる人も結構多いんでね、だそんなに変わんねえかも。あの、うん、潜る叩きじゃないけどさ、そういう部分でその、ね、亡くなってる店もあるんで、点数的にはそんな変わってないような気はするんだけど、うん、さっきもお話にありましたけど、まあ、本当に固定された形じゃないですか。うんうんうん、そういうのがやっぱこう厳しい、まあ、政治業界も厳しいとか、うん、その中でもやっぱ今アロワナって結構難しい、ね。うん、厳しいよ、うん、本当厳しいと思う。その中でもこうやって今残っているっていう、それにつながっているっていう、うん、やっぱだから、まあ、坂本さんもそうだしうちもそうだし、はい、やっぱこの長くやってればいい時も悪い時も当然あって、はい、でもやっぱやばい時はやっぱちゃんと相談しますもん。うん、ちょっとやばいよ、でいい時はいいって言うし、だからそう、ね、トリスだけ儲かってて坂本さんが儲かんないってことなくて、トリスが儲かってた時は坂本さんも儲かってるし、トリスが儲かってない時は坂本さんも儲かってないし、だからコンビなんですよ、このファームとショップっていうのは。まあ俺もそうだけど、ディナミカが儲かってた時は俺も儲かって、ディナミカがダメな時はこっちもダメ、だからチームなんですよね。ディアは中国人は移してね、中国は出してますよ、こっちも出してますよ、うん、
っぱターゲットにやっぱ中国多い、ね、やっぱ中国が7割以上じゃないですかね。クリスマス、クリスマスだもんね。やっぱウルトラ中国がもう全一番ターゲット。日本の金額なんかもう本当微みたるもん、ね、本当。だけどちゃんと出してくれるんでしょ日本にも。で日本なんかなくても彼らは全然。ただやっぱそこにチームワークがあるから、昔からのあるあれがあるから、やっぱこうやって日本もちゃんと出してくれてる。うん、それはあるね、うん。商売で考えたら中国だけ出してれば全然 OK です。でもやっぱそこをね、義理人情がインドネシア人ってすごい硬いんで、うん、で昔のヨシミとか昔の恩があるから、でちゃんとだから、ね、やってくれてる。ファーム、ね、養殖場からしてみれば日本が買う金額って本当に微みたるもんで、だそこを付き合うのはやっぱり正直難しいですよ。やっぱそこにやっぱりね、譲渡とかグリーンとかそういうのがやっぱり絡んで、うん、あるからやっぱり長く続いてるんじゃない、続けられるってことで、僕なんかも正直言ってお金がない時なんかは1000万2000万ウルトラ入れるじゃん。ない時でも俺先に先にバンとお金ないって言ってね、バンとその時送ってくれるもんね、うん、であとクレジットでね、うん、送金して、うん、だから逆に下手な日本人よりもそういう面では、いや、ギリがたいですよ、すごく強いかもしれない、うん、絶対裏切らないしね、うん、でこっちもだからね、ちゃんと売り上げないちゃんとやるし、お金もちゃんと払うしさ、お互いに。だからそういう面ではなんか僕もトリスとはなんか助け合いながら助け、うん、なんか期待のところあるかな、うんうん、ちょっと日本の人とは違う使い方で、うん、違う使い方だね、うん、だそれを何十年もうちら続けてきてるって話ですよ、うんうん、だって多分安さだけとか良さだけ求めたらもっといいファームってあると思う。もっと安くてもっといい、だけど俺とか坂本さん浮気しないんで、やっぱじゃあどうしよう、じゃあもっといいのくれよとかもっと安くしてくれよって、やっぱちゃんと相談しながら話し合ってずっと、安くしてくれだけじゃ絶対やっぱねうまくいかないし、そこがね難しいっすよ、ファームとショップの付き合いって。でもそこが一番大事だと思う。まあ、あと次に、まあ、今回、だから、太鼓だから、ウルトラが今ね、いないんで、だから、結局ね、違うの入れたけど、まあ、浮気じゃないけど、まあ、それは取り組むと分かってくれると思うんで、うん。まあ、メインは本当はね、ウルトラだけで入れたかったんだけど、うん、まあ、子供が、こんなんだもんね、まだね。だから、早くてもくれぐらいになるかな。だからもう、その間、急遽ちょっと入れたけど。まあ、でも、基本的にやっぱり、ね、やっぱウルトラ、僕はトレスがウルトラ一本でやっていきたいと思ってます。福井君は違う方で違うやり方で、まあリーダーもありますけど、いや、うん、いや本当に貴重な話を聞けました。貴重ですか。めちゃめちゃ貴重です。そうなん。あれですか、メディアで戦ってたからツーショットかぶんじゃない。あ、初めて。そうだね。こういう感じではね。でもこれカメラ回ってないけど、とんでもない話しますからね、これ。マジで。貴重なお話をありがとうございます。はい、本当にいつか、あの、二方の、なんかね、トーク、撮れたらいいなとか思ってたんですけど、今日、本当に。はい。ね、たまたまね。たまたま。ありがとうございます。はい、こちらこそ。うん。あの、まだ今後も、あるわな。盛り上げて、はい、頑張ります。はい、応援してます。大陸党のボケない限り頑張ります。はい、はい、うん、はい、バイバイ。ありがとうございます。はい。